小川又地明治42年10月20日は、明治時代の陸軍軍人、陸軍大将制に、君一等校に級死尺、陽名、助太郎、忌みは長年、小倉藩士、小川金信の長男として、小倉城下の吉原で生まれる、江川塾で学び、小倉藩兵として、長州藩との戦いに参戦、明治3年7月、兵学寮生徒となる。 明治4年1月、県総長心得となり、正位心得を経て、明治5年2月に正位に昇進。1874年4月、台湾政党軍に従軍。1875年1月、東京鎮大不評第一連隊付となる。1876年4月、不評第13連隊大隊長に就任し、1877年2月、西南戦争に出征。 同年4月に戦勝を受け、同月、勝者に昇進。1878年3月、熊本賃大参謀副長となり、参謀本部官西局員に移動。1880年4月から7月まで深刻に派遣された。1881年2月、中佐に進級し、大阪賃大参謀長に就任。1882年3月、 広島陳大参謀長に展示、1884年10月、大佐に新旧支府表第八連隊長に着任。1885年5月、参謀本部官西局長に展示、同年7月、同、第二局長に就任。この年、日本陸軍大学校で、教官クレメンス・ウィルヘルム・ヤコブ・メッケルの講義を、小玉玄太郎と共に聴講し、メッケルから、小玉、 小川が優秀と言われるほどであった。また小川は、作戦立案能力に長けていたため、川上総録から上杉謙信になぞらえて、根謙信と評価された。1887年、中国征服を目指す、大陸政策の一部として、新国政党策案をまとめた。1890年6月、陸軍少将に昇進し、不評第四旅団長となる。 この F 表第1旅団長を経て、1894年8月、第1軍参謀長として、日清戦争に出生。1895年8月20日、西南戦争、日清戦争の軍港により、男爵に除せられる。1896年1月、この F 表、第2旅団長に転じ、1897年4月8日、陸軍中将に進み第4師団長となる。 1903年5月16日、君一等随法賞を受賞。日露戦争では、第4師団を率いて、南山の戦いでは、敵左翼への集中攻撃を進言し、攻略の糸口を作った。1904年8月、療養海戦で負傷し、師団長を辞職国。翌年1月15日に、陸軍大将となるが、12月14日に休職となった。 1907年9月21日、死者区に進むとともに、高二級禁止勲章を受けた。同年11月13日、予備役編入となる。1909年10月20日、赤リで入院のところ急性腹膜炎を併発し62歳で、没子、生任意に上された。墓所は、青山霊園と故郷の小倉にあり、青山の方は、キリスト教式の重厚な家族母で、 一方、小倉は、亀友墳と刻まれ、マタジンが生前に建てた墓石である。亀友とは、源の亀友のことで、小川家の演祖で、先祖を検証してが相互としたものである。いずれの墓石も、正面には、小川マタジン個人の名は刻まれていない。ありがとうございます。